な感じです。前回のキックフェイントに引き続きフェイントを教えたいと思います。またぎですね。これはシザースあのカズさんだったり誰もが使うというか、まあ、みんな見たことあると思うんでこれを教えていきたいと思います。それよく見ますね。見ます。見るでしょ。見るけど実際にやろうと思ったことあるけどうまくできなかった、うん、どんな感じかやってもらってもいいですか。実際まあ簡単にやるとこういう感じ。やったことない人だとこんなになってジャンプしちゃったりとか。これもはっきり言ってシザースはシザースだから正解でも不正解でもなくて、俺がさっき一番最初にスムーズにやったのも正解でも不正解でもないから。俺がやったのってさ、なんかまたぐのに必死で、うん、なんかまたごうと思うとなんかこうなんかちょっと、うん、なんか多分ドリブルコントロールにおぼつかないからかもしれないんだけど、うん、だから結局俺なんかこうこういう風になっちゃった、うんうんうん、これでもいいの？目的は相手を引っ掛けて抜くことだから、もちろんそのまあシザースで抜くっつってこれで抜く、でもこれで相手が引っ掛からないと意味ないから、もうはっきり言ってこれでも相手が引っ掛かれば、まあちょっとキックフェイントに似てるかもしれないけど、そう、要するに引っ掛かれば、そう、引っ掛からせることができればそれが一番の正解だから、まあこれでどんだけこっちに行くふりしてこっちに行けるかっていう、相手を騙すことだから、正解は相手を引っ掛けること。だから別にシザースにこだわらなくてこれだけでも抜けるんだったらそれはもうそれで正解。またぐことにこだわらなくてもいい。とにかくこだわらなくてもいい。大事なのは、うん、とにかく相手を騙す、うん、そうそう、騙すこと。そう、練習法としては、まあ、そのシザースの練習ばっかしてたらもう自分のなんか体に染み込んで勝手に出るようになっちゃう。この普通のこれよりもこっちの方が普通にスムーズに出るようになるから。カズさんもうずっとこうやってるからいつどっちに抜くんだってこと相手がわからない。かっこいいよ。かっこいいよね。かっこいい。で慣れてきたらもうさっきみたいに今度ダブル。おーすごい。ちょっともう一回いいですか。ダブルシザース。やばいやばい。これが慣れてくるとこうやってうん、足元見ないでドリブルをなんか周り見ながらコントロールできるためには、一番はボールに触ることだけど、やっぱボールコントロールつけるのに一番最初に僕が教えるのはこれ最初ボール見ながらだけどもういつの間にか見ないでもできるようになるじゃん。そうそう。でそしたらもうこうやってドリブル、はいはい、できるじゃん。じゃあまだこうボールが足元に引っつかないような人は、まあ、こうやって、うん、そうそうそう、これの延長上だからドリブルは、もうこれもいったらドリブルしてるようなのと同じようなもんだから。15年。15年やってる。そうそうそう。これも結構簡単にできると思うんで、みんなも練習してもらえたらなと思います。ドリブルで最初やっぱりスムーズにできないって人は最初教えたみたいにこういう風にボール触ってこれの延長上でまたいだりとか、そういう練習から始めたらいいかなと思うんで試してみてください。めちゃくちゃ息上がっちゃってんだけど、またレクチャーするんで見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。